一軍との死闘は終わった。私たち第三野球部は試合に負けはしたけれど解散せずに済んだ。何より嬉しかったのはこのメンバーでまた大好きな野球が続けられることだった。ゆうこちゃん、どうもご苦労様。いつも助かるわ。そんな気にしないでください。大したことはしてませんから。そんなことないわ。でもそろそろお家に帰らないと、皆さん心配するでしょう。あ、いいんです。ここに寄るって言ってきましたから。そう、悪いわね。ご飯まだ？もうすぐできるわよ。とっても美味しいんだから、期待して待ってて。わーい。もう、張り切って作ってるのに気のない返事なんだから。ゆうこちゃん、今日はとっても楽しそうだけど、なんかいいことでもあったの？アスナロ君、何も話してないんですか？あの子、学校のことは何も話さないから。今日、とても嬉しいことがあったんです。嬉しいこと？はい、アスナロ君、とっても頑張ったんですよ。頑張ったって？さ、お料理ができた、うん、あら？どうしたの、ゆうこちゃん。まあ、この子ったら。おはよう。おはよう。ねえ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 、昨日よかったの？ほら、シャキッとしろ、シャキッと。あ、うわ、うっ、ヒーローが猫背じゃ様になんねえぜ。うん、あ、であるからして、この文の意味するところはこの文中の、うん、3番ピッチャー檜木アスナロ。ぼ、僕の打順ですか？あれ、バットがない。なあ、スナロ、昨日の興奮冷めやらぬのもわかるが、残念ながら今は試合中ではなく授業中だ。あ、はい。それでは45ページを読んでみろ。あ、はい。牽制球、セットポジションでは肩を投げる方向と平行にし、顎を…誰が野球の解説書を読めと言った？顔を洗って出直してこい。あ、はい。もう一度勝負。試合は確かに俺たちが勝った。だがすっきりしねえ。このままじゃ目覚めが悪くて甲子園どころの騒ぎじゃねえんだ。監督、お願いします。もう一度試合させてください。今度こそすっきり勝ってみせます。そういうわけだ、カイドウ。どうする？どうするもこうするも売られた喧嘩買うのが俺の性分でね。では再試合は1ヶ月後、そしてもちろんもう一度一軍の座をかけて勝負だ。カイドウ、覚悟してろよ。今度こそ徹底的に叩きのめしてやるぜ。俺たちを叩きのめす？お前らエリートに教えといてやろうか。下から這い上がってくるやつはな、そういう言葉を聞けば聞くほど燃え上がってくるもんなんだ。お前らこそ首を洗って待ってろ。リターンマッチってわけですね。そうだ。そうこなくちゃ。よし、燃えてきたぜ。うん、また怒りのホームランを決めてやるぜ。こいつらの張り切りようはどうだ。1ヶ月前の姿からとても想像がつかんぜ。ん？こいつめ。みんな聞いてくれ。実は一軍との再試合の前に練習試合を組んでおいた。実戦練習もこなしておいた方がいいだろう。対戦相手は千葉県立銚子工業だ。こいつら驚くのがよっぽど好きだな。銚子工業って言ったら、去年千葉予選でうちの一軍と決勝を争ったとこですよ。しかもプロ野球選手を何人も出している名門中の名門じゃないか。いきなりそんな。よく相手が引き受けてくれたんだな。何、
友達があそこに入っててな、無理に頼み込んでおいた。さすがカイドウさん。まあともかくこれからがまた大変だ。何しろ俺たちはこれから一軍を倒し甲子園へ行くのが目標なんだからな。甲子園、甲子園、それどこの焼肉屋？バカかこのデブは、縮めてバカデブ。また俺のことデブ呼ばわりしたな。同じ顔しやがって、この色。バカデブ。よく喧嘩する三人。ところで、甲子園を目指す以上、村下は女だからこれ以上無理だ。で、マネージャーをやってもらいたいんだが。優子さん。任せてください。ありがとう村下。しかし優子さんが抜けるとまた一人足りなくなるんだな。そうか、9番目の男を探さないとな。なるべく戦力になる男はいいんだがな。この時期に探すとなると帰宅部だよな。運動神経が良くてクラブに入ってないやつだろ。誰かいたかな。ぼーっとしてないでお前も考えろ。これでも考えてるんだな。ここは一人いるわ。性格にちょっと難があるけど、とびっきり運動神経のいい男が。よし、会ってみよう。よう、優子。待たせてごめん。ああ、達郎知ってんの？いや、俺と同じクラスなんだけど、これが嫌なやつでよ。親は病院経営してて、金持ちの遊び人でさ、おまけにあのルックスだろ？女にモテるし、あれ男の敵だぜ。ん？そこ、ひそひそ話はやめるように。ひがー！この男はそうなのか？はい、私のいとこで、名前は田村達郎。プレイボーイでちょっとにやけた男だけど、運動神経だけは保証します。優子さんのいとこ。はっきり言ってくれちゃって。まあでも俺優子のそんなとこが好きなんだよな。いい加減俺になびいてくれよ優子。ふざけないでよ。話は聞いてるな。まあ悪いけど、こんな薄汚い連中と一緒に汗と泥まみれになるのはどうもね。俺こいつ嫌いだ。薄汚くて悪かったな。カイドウさん、こんなやつ入れることないよ。お母太郎、初めて意見があった。というわけだ優子、じゃあな。とりあえず僕の球打ってくれませんか。おい優子、ひょっとしてこいつがお前の話によく出てくるアスナロってやつか。そうよ。野球なんてやったことないが、ま、余興でちょっと付き合ってやるか。それじゃあまずあそこへ当てるぜ。
なんてやつだ。間違いなく狙って撃ってきている。何？次は一塁ベースだ。左、しかも腕が逆だ。これならどうだ。おい、あの男、本当に野球やったことないのか。そのはずですけど、でも小さい頃からゴルフとかテニスやっていて、テニスは全日本ジュニアで準優勝した腕前です。テニス？そういえばあの打ち方はテニスだ。球をミートするポイントがしっかりしているのはそのためだったんだ。肩で壁を作り、どんな体勢からでも正確なミートができる。しかもあの左打席、やつはサウスポーだ。飛距離こそ望めないが、これは驚くべきスイッチヒッターだ。振り遅れた、俺が。さっきの打球、あれはベースに当てる予定だったんだ。だが振り遅れたために30センチずれた。この俺が振り遅れるとは、このチビ一体。頼む、うちの野球部に入ってくれないか。カイドウさんが頭を下げた。あのカイドウさんが。よしてくださいよ。最初に言ったでしょう、俺には汗と泥は似合わん。達郎さん、僕からもお願いします。アスネロ君。おいおい、いいのかよお前。優子のこと好きだってことはピンときて分かってるんだぜ。言っとくけど、俺は強力なライバルだぜ。お願いします、僕たちの野球部に入ってください。このチビ。まあいいか、優子の頼みでもあるしな。それにしてもあのチビ、俺を退屈させないでくれそうだぜ。こうして9番目の男が誕生した。メニューをこなしましょうか。ちょっと休ませてくれよアスナロ。俺たちを殺す気かよ。アスナロ君、どうしたの。 あれん、
中に出てこねえと思ったら、こんなところでテニスしてやがる。何がカモシカだ。やい、こら、立つろ。いや、これは皆さん、お揃いで何か用。何か用じゃねえだろ。てめえ、野球の練習はどうしたんだよ。あれ、この前君たちに言ったでしょう。僕は泥臭い汗が嫌いなの。どうせ流すんなら爽やかな汗、これね。やだやろ。だから俺はヤツを入れるの反対だったんだ。そうだ、金持ちの息子なんかでっきれだ。最近妙に意見が合うな、カイドウさん。まあ待て、ちょっと様子を見てみようじゃないか。君たちいいよ、マシンを動かしてちょうだい。はーい。何がはーいだ。ベル、おめえなんかキャンタマにボールが当たって死んじまえ。行くぞ。え、カイドウさん、ヤツにビシッと言ってやんなくていいんですか。いいんだよ、ヤツにあの練習が一番似合ってるのさ。左右にボールを打ち分けている。しかも測ったようにコートの端ギリギリに、ミートポイントを確かめるように正確に打っている。あれなら打球をコントロールして野手と野手の間を抜くことは可能だ。なんてすごい人なんだ達郎さんって。50回、バーベル上げおしまい。俺筋力トレーニングって一番嫌いだよ、地味でさ。ぼやかないぼやかない、これも必要なトレーニングなのよ。おかげでみんな最近体力ついてきたじゃない。体力はどうでもいいからさ、俺も達郎みたいにテニスで練習したいよな。キャー、小西さん素敵、まるでカモシカみたいなんてね。なーに寝ぼけてんだよ。おめえはカモシカじゃなくてブタシカだろうが。なんだとこの左右十円ハゲコンビが。何よこのゲーム。やっぱり喧嘩が始まった。あ、握力が55まで上がった。この非力な僕が。やったね石井君、僕にも貸して。おい、アスナロ、そろそろ投球練習始めるぞ。はい。どうれ、俺も一発測ってみっかな。あれ、誰だ95も出したやつは。まさかな。45。ああ、ブタって意外と力ねえんだね。誰がパームボールの練習をすると言った。カイドウさん。いいか、アスナロー、この間の試合でお前はパームを投げて確かにピンチを切り抜けた。だが今はもうパームのことは忘れろ。小手先だけの変化球に頼らずにお前は直球だけを投げるんだ。直球。そうだ、なぜだかわかるか。うん、それが本格派投手への道だからだ。あ、本格派？この僕が？そうだ、お前ならきっとなれる。本格派投手への道のりレッスン1、それがストレートだ。わかったな。はい。よし。本格派投手、この僕が、この僕が。最近のアスナロ君は希望に輝いているんだな。太陽が輝く限り希望も輝くんだな。だからみんなも諦めずに上を向いて歩こうなんだな。斉藤君っておかしい。そうかな。以前は下を向いてばかりだったのに、今は上を向いて歩いてる。君は何を見つめているのかしら。頑張れアスナロ君。一軍との再戦を前に、強豪銚子工業と練習試合をすることになった。
次回名門第三野球部、僕たちの進化が問われる時。